性癖マッチンプレゼンツ、スモーキーホットレディオ。時刻は10時30分を回りました。スモーキンホットレディオの時間です。この番組は私、竹内社長と、花ちゃんがお送りするセックスにまつわる様々な情報を発信して、皆さんに自分の性癖と向き合うきっかけを提供したいラジオ番組です。性癖やセックスの話は恥ずかしいことじゃないと、皆さんにもっとオープンになってもらえるよう、性癖マッチン運営の私たちが朝っぱらからセキララで楽しいトークをお届けします。皆さん、最後までどうぞお付き合いください。この番組はツイキャスでは FM ギノワン、そして Spotify でも聞けます。過去の放送が気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。はい。そして、この番組では、リスナーの皆さんからのコメントを募集しています。ツイキャスではコメント、X からは、ハッシュタグ性癖ラジオをつけてポストしてください。皆さん、どんどんコメントを送って番組に参加して楽しんでくださいね。それでは今回もスモーキンホットレディオをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんと本日は重大発表が2つあります。おう。はい。皆さん、心の準備はいいですか？では、竹内社長、1つ目の発表をお願いします。はい。なんと、新パーソナリティの登場です。おなちゃん、一緒に呼んでみましょうか。はい。せーの、水水と、野お、と わかんない。おはようございおはようまございます。す。おはようございます。リスナーの皆様、はじめまして。歌って踊って喋れるポールダンサー、水戸でーよろしくお願いします。いや、素晴らしいね。す。素晴らしい。画面越しにパワーが溢れているので、音声のみで聞いている方、ぜひ、ミズトの動きが気になる方は、ぜひアーカイブでね、チェックしていただければと思います。リスナーの皆さん、もっともっとミスについて知りたいですよね。ほら、コメントもたくさん来てますよ。かわいい、エマさん、かわいい。タカおボさん、さん、ね、いろいろ来てます。エマさんで、ね、私もポールダンサーしてましたってことで。おおおはい。なので、安心してくださいね、皆さん。私たちがどんどん深掘りしていきたいと思います。はい。まずね、ちょっとね、質問いいですか？ダメだよ。で、いっちゃいましょう。はい。では、ズバリ、S と M どっちですか？はい。まあ S ですね。S。YouTube でもすごい深いとこ話してるからね。YouTube も気にして、見てほしいですけどね。ちょっとね、バレてますけどね。なんかそういう S のエピソードみたいなのってありますか？どこまで言っていいんでしょうね。まあちょっと軽く。軽く。軽く。まあ、でもやっぱ困ってるとこ見たいですよね。ああ。困ってるところ？本当に S だな。困ってるところって例えばどんな感じですか？こう、ギリギリできそうな範囲のことをお願いするの好きですね。なんだろう、ギリギリできそうなところ。できそうなとこ。人によって、ここまではいいけど、ちょっと、抵抗あるかも、みたいなところをちょっとさせたい、みたいなのもありますね。それ見て楽しむみたいな感じですよね。では、初体験っていつなんでしょうか？15歳ぐらいじゃないですか？15歳ってことは？中中 3？ 3ですね。13 ヶ月ぐらい。中3ですね。そう。中3、なんかどんなお相手でしたか？その時付き合ってた同級生の彼氏ですね。なんか甘酸っぱい感じが出てきそうですね。まだちゃんとしてる頃ですね。ちゃんとしてる頃。まだちゃんとしてる頃。
へ、感想はどうでしたか？今思い返すとつまんないですね、やっぱね。初めてはね、楽しむっていうよりはなんか手探りでやるとかそういう感じですもんね、最初はね。初めてなのに、うん、キャインを8回くらい変えられた覚えがあって。すごい。相手も初だったんですか？相手も初めてなんですけど、多分その性の知識が膨らみすぎて多分試したかったんじゃないですかね。なるほど。よくない、うん、確かにね。初めてだったらね、そんな、うん、変えなくてもいい。私も余裕なかったですもんね。まあ今となってはちょっと面白いんじゃないけど、甘酸っぱいエピソードですね。そうですね、今となっては。ではドキッとしちゃう男性の仕草はズバリ？仕草っていうか分かんないんですけど、指先が結構好きで、男性の。はい、やっぱこう女性と違うじゃないですか。うん、ゴツゴツしてますよね、はい、好きで、なんかスーパーとかで野菜を手に取ってる手とかにちょっとムラムラするんですけど、初めてなんですかね。スーパーで野菜取ってるのがこれ仕草ですかね。いや仕草だと思いますよ。一緒にスーパー行くってなかなかの距離感だよね。そうですね、確かに。あ、そうかもしれない。ね、おもろいわ。野菜の形状は何でもいいです。キュウリじゃなくても大丈夫です。え、ちなみにごつい方がいいんですか、それともなんかスラッと綺麗な指の方もいるじゃないですか。どっちも好きですね。どっちでもいいんですね。その時でその時々で興奮しますね。あ、すごい、ちょっとした指だなみたいな時もあれば、すごい男らしい手だなみたいな、二度美味しいですね、どっちでも。あー、いいですね、マニアックだな。ぜひスーパーでちょっとほなちゃんも男性の手を。はい、では面白かったエッチのエピソードって何かありますか？面白いってなんだろうな、なんだろう、玄関楽しいですね。玄関楽しかった思い出が。玄関、それはもう入室してただいまってして5秒でみたいな感じ。そうです、さすがです。まあ我慢できなかったんでしょうね、きっとね。そこが楽しいですね、やっぱね。あ、もうダメだよみたいなやつです。あー、こんなとこじゃダメだよみたいな感じですね。玄関って半分外みたいなもんじゃないですか。確かに、めっちゃ聞こえますからね。それをやっぱこう、うん、声を出さないようにみたいなやつ楽しいですね。それね、わかります。とっても、あの、声出しちゃダメっていうシチュエーション、なんかより興奮しますよね。興奮しますね、うん、はい。ではもう時間も近づいてきているので、早い。ズバリ性癖を一言でお願いします。性癖を一言、はい、意地悪。でもいいじゃんね、可愛い意地悪だからいいよね。はい、はい、では意気込み何でもいいので一言お願いします。意気込み、これからたくさん盛り上げられるように頑張ります。ありがとうございます。はい、では本日から新パーソナリティ水戸が参加ということで、ますますパワーも性癖も全開で新しくなるスモーキーホットレディオをよろしくお願いします。はい、水戸さんよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では2つ目の重大発表の前に一旦 CM 行きます。お願いします。はい、あなたは満たされてる？友達にも、もしかしたら彼氏にも相談しにくい本当にしてほしいこと、みんな相手に伝えられてる？私をリードして最後まで満たしてくれる大人の人、体のことも自分のこともオープンに話せる相手、見つけたの、性癖マッチンで。
性癖がぴったりな相手を紹介してくれて、会うかどうかも自分が決められる女の子のための安全なサービス。普通のマッチングでは絶対出会えない最高の相性の人が見つかるよ。まずは性癖マッチングで検索。はい、性癖マッチングプレゼンツスモーキンホットレディオ、全国47都道府県で10万件以上のマッチングが発生しております。女性の理想のセックスを叶える男性をレコメンドできるのは性癖マッチングだけ。はい、番組の感想やあなたのとっておきのエピソード、性に関する疑問質問は X アカウント、性癖マッチングチャンネル ID は性癖アンダーバー CH アンダーバーに DM を送ってくださいね。ツイキャスで視聴している方はここの上の QR コードからです。他 SNS へのリンクもまとめてあるので、性癖マッチングチャンネル X アカウントをチェックしてみてくださいね。たくさんお待ちしております。では重大発表2つ目いきましょうか。はい、竹内社長お願いいたします。Q シートも俺今見てるからさ、ここで発表するんだみたいな感じなんだけど、はい、はい、本日をもちましてですね、私竹内社長は、スモーキンホットレディオを卒業します。わあ、はい、皆さん突然の発表で驚きましたよね。あの3月14日ホワイトデーからですねスタートしたスモーキンホットレディオですが、約8ヶ月間パーソナリティを務めてどうでしたか？そうですね、まあ、やっぱりね、こう朝から性癖のことを話すとか、まあ、セックスのことを話すっていうのはまあ、ね、うん、日本ではタブー視されてますけど、これをね、こう正しく発信していくっていうのはすごく楽しかったですよね。そうですよね、うん、もう朝からセキュララに語って、うん、そうですね、まあでもね、こうやってほなちゃんもいるし、みずともこうやって入ってきてくれたんで、いやでもね、え社長のファンが多いと思うんで、いやいやいや、そんなことないと思うけどね。そういると思うんですよ、隠れファン、ね、いやいや、どうかな、まあ、エマさん、まだまだ脱がしきれてないんですけどいや確かにそれはありますねまあ、YouTube とかではね、たまに出るかもしれないし、うんうんうん、まあ、他の SNS ではもう普通に出てもあの今まで通り発信していきますんで、そっちはね、ぜひフォローとかしていただけるとありがたいですね。そうですね、うん、まあでもね、うん、2人がいるし全然毎週ゲストで、毎週ゲストでまあタイミングでゲストでは全然出ます。はい、うん、そうですね、なんかたまにねゲストとして、うん、出演していただいて、はい、はい、そうですね、楽しみです楽しみですね。いやでも8ヶ月って結構長いですよね。そうですね、長かったですね。うん。ホワイトデー。そうか、ホワイトデーからスタートしたのか。なんか、懐かしいですね。ねえ。いや、でも楽しかったですね、うん、本当に。まあ、パーソナリティもね、いろいろ変更もあって、今、何代目 ?1、2、3、4代目ぐらいですかね。お4代目。4代目ですね。はい。ね、あ、みんな竹内社長の X もフォローしましょう。めっちゃポジティブになれるよということですね。結構いろいろね、いろんなお言葉発信してますよね、竹内社長ね。そうですね。僕のビジネスの価値観を中心に発信してますかね。なんかね、勉強になることとかも結構あると思うのでね、ぜひ、フォロー。してください皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。何でしたっけ、 ID 何でしたっけ。ね、竹内アンダーバー社長だったかな、確か。おー、はい、はい、そんな感じですね。まだちょっとお時間あるので、うん、水戸への質問もっとしてみますか。ぜひぜひしていきましょう。あ、どうしよう切り込んでいきますか。怖い怖いなんか聞きたいことありますかね。コメントでもいいので、竹内社長とか何かありますか。俺、はい、なんだろうな、俺
うんうんうん、皆さんかなんかないですか、俺からか、じゃあちょっとぶっ飛んだこと聞いちゃいそうだから怖いなと思って確かに確かにそうですね、うん、まあでも言えないときはこれで、はい、そうですね、はい、普段ポールダンスはどこでイベントやっててます？ああ好きになる。一応ね僕が知ってる部分もあるけど。うん、そうですね、ポールダンスは基本東京がメインって感じですね、東京の中でやってることが多いんですけど、はい、メインが立川、うんうん、それ以外は結構もう新宿、六本木とかいろんなところでこう皆さんが来やすいアクセスのいいところでイベントすることが多いです。六本木で僕出会いましたからね、うん、水とか。あ、そうですそうです、うん、あの六本木のイベントで。そうですそうです。ああ、そうなんですね、初めてお会いしたのがそこってことですよね。そうです。セクシー踊ってましたね。セクシー王子ことシーン、あ、僕も踊ったなあ、ポールダンスです。 YouTube、 ポールダンスじゃなくて YouTube ちょっと踊ってるじゃないですか。ああ、そっちポールダンスやったのかと思ったポールダンスやったらもうね大変なことになっちゃいますよ。でもいつか見たいですよねいやでこんなちゃん頑張ってやればいいじゃん。私やばい。ファンたまらないんじゃないですかね。ポールダンス歴ってどれぐらいなんですか？だいたい8年くらいですね。すごい。だいぶやってるんですよ。なんかきっかけみたいなあったんですか？なんか初めてポールダンスを見たのはテレビの CM だったんですよね。うん、CM に行くときにテレビでその1分間だけポールダンスが見れるみたいな番組があって、それを見たときに何もやってなかったんですけど、あ、私ポールダンサーになろうって思って。すごい。その多分次の日ぐらいには求人探してました。求人から探したんですか？求人から探しました。面白い。なんかダンスの仕事してたとかでもなくて。ないです、ないですすごい。これで生きてこうと思ってやったこともないのにその他の何だろう、普通のダンスもそっから勉強したんですか？練習。そうですそうです。何もやってなかったです。すごいね。日本舞踊やってました。日本舞踊全然違いますねこの間日本舞踊見に行ったんだよね俺。おお、うん、日本舞踊やってる人が知り合いでいて、あの披露するんで来てくださいって言われて行ったんだけど、よかったですよね。で、シーマくんもさ、シーマくんもそんなめちゃくちゃ長いわけじゃないんだよね、確かね。そうですね。それでさ、世界大会出場するってすごいよね。すごい、すごいです。もう尊敬しかないですね。昨日も LINE 連絡いただきましたけど。おぉ、うん。仲良し。すごい人ですよね。本当に。エマさんはバーレスク東京の動画を見てポールダンスに興味が出て今に至りますとのことで、うんうん、今はあのポールダンスを教えているみたいです。北海道の方ですね。北海道いいですね、うん、いいですね、うん、私もまだまだ盛り上がりが足りてないということです。北海道は鈴木のが中心ですよねやっぱりね。北海道はね鈴木のだろうね。うん、すすきのね。タカさん、社長に出会って、ここのパーソナリティになるまでの経緯聞いてみたいですとのことですけど、六本木のイベントで知り合って、でそこからどういう経緯でパーソナリティになったのかっていうのが知りたいみたいです。ああ、なるほどね。ご想像にお任せします。そこはピーなんですね。いやいやいや、そんなことはないけど面白いかなと思ってその方が。確かに含みを持たせましたね。私が受けちゃいましたねいや面白い、面白かったです。あの予想外する回答が想像できないから持ってるのっていうなるほどね、間違いないですよね面白い。わらわらわらまあ、あの、うん、はい、みんな妄想しとこうってことです、まあ、そうですね、妄想しといてください。どうぞ社長。うん、なんでもないです、大丈夫です。あ、はい、あの
性癖マッチの公式アンバサダーの、うんうん、北新地ボーイレスクさんのイベントにも結構出ていますか？六本木のイベント全部出てるよね、今のところね、見るとね。あ、全部出てるんですか？はい、うん、途中から参加してからは毎回、はい、出させてもらってます。ああ、じゃあ、竹内社長が一緒に参加っていうか踊った回でも出てたんですか？もちろんいましたよ。へえー、そうなんですね。見てみよう、もう一回動画映ってるかな。出てるかもしれないですね。どっかで映ってると思うけどね、多分女性が踊ってるところのシーンあったと思う、うん、その中にありますよね、うん、探してください。はい、ぜひね、あのミズトの背景の下ですね、下の QR コードから YouTube 飛べますので、性癖マッチンチャンネル飛べますので、ここからね見れますよね。誰かが入ってきた。はい、あれ大丈夫かな。はい、はい、じゃあここからぜひ飛んでください、性癖マッチンチャンネル。いつもあの性癖マッチンで検索してくださいみたいな感じで言っているので、飛べるようになりました。素晴らしい。はい、そんな感じでもうちょっとでエンディング近づいてますね。では、はい、はい、さん、はい、どうぞ。僕僕いや、違います。ここですね。最後のセリフをお願いします、うん、最後のセリフ。はい、俺で、俺じゃあ私行っちゃおうかな。はい、はい、ではリスナーの皆さん、大丈夫です。竹内社長、まだまださよならではありません。今度はゲストとしてスモーキングホットレディオに参加してくれる日を楽しみにしています。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では、皆さんですね、お待ちかねの時間です。はい、今週もほなちゃんがちょっとエッチに聞こえるかもしれないささやきをプレゼントしてくれます。はい、それでは行きましょう。エンディング前のプチコーナー、あなたのお耳の恋人。最近関節が痛くてさ、何かおすすめのサプリない？はい、そんな竹内社長におすすめなのがこちら、コンドロイチン。いいですか？ぜひ飲んでください。うん、はい、関節効くみたいです。なるほどね。はい、チーンだけじゃん。チーンだけ。ちょっとね、まあ、最後の方だけね。いやいや、いいね。はい、僕はね、これを生で聞くのが今週で最後になるので、ちょっと寂しい。まあ、次回もしかしたら、ね、僕がゲストで来るときやってないかもしれないもんね。やってんのか分かんない。そうなんですよ。分からないですね。ね、うん、新しい企画とか始まるかもしれないですからね。はい。うん、まあ、まあ、まあね、次回から僕の代わりにリスナーの皆さんがね、ぜひ聞いていただければと思いますし、僕もリスナーとして、聞いたりしますんで、頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ミルトのささやき S だからお仕置きかな、うん、なんかもう聞いてみたいですよね。うわー、いいね。はい、今日のお仕置き。今日のお仕置きとかね、はい、ですよね。素晴らしい。来週までのお楽しみということで考えてきます。はい、週のエンディング前のプチコーナーでは何が飛び出してくるかな、皆さん乞うご期待でお願いいたします。はい、はい、締めのお言葉をお願いいたします。どうでした、今回こう参加されて、水戸の方8さん、もう実は緊張したんですよ。おお、マジ？何を言われるのかなとかドキドキしちゃって、うんうん、ちょっと次回からもうちょっとパワー全開で頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。十分だと思いますよ。水戸もね、インスタグラムやツイッターも皆さんね、ぜひ
フォローしていただければ、ミツトって検索すると出てくるよね、多分ね。何でも出てきます。このアイコンでやってるもんね、SNS。あ、そうですね。うん。これは比較的服を着てる方のものなんで、ちょっと検索するとびっくりしちゃうかもしれないんですけど。おあんま服着てないです。服着てないこと。ちょっとこれは見なきゃいけないですよね。ちょっと皆さん、男性の皆さんはちょっとね、気になってしょうがないんじゃないですか。うん。服を着てないという言葉が出ましたからね。見なきゃダメです。でもちゃんと履いてます履いてます履いてます、ね、安心してください。そうです、はい、今週もお時間になってしまいましたけど、はい、まあ、こうやって新メンバーでわちゃわちゃ皆さんでやっていきますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは、はい、本日のお相手は私最後になりますけど、竹内社長とほなちゃんと水戸でした。はい、それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。性癖マッチンプレゼンツスモーキンレディオ、来週も Don't miss it。 はーい、ありがとうございます。